はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積丸2をお送りします。で、前回からね、面積が始まってこれで2本目です。で、今回も前回の続きでまたね、3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、やることは前回と同じです。次の曲線もしくは直線で囲まれた図形の面積 S を求めようと。で、前回は X 軸がね、こう出てきてたんですけど、今回に関しては、この2番はね、X 軸入ってますけど、1番と3番は X 軸がないと。前回も2番はなかったかな、確かね。で、まず1番は2次関数と1次関数。つまり、曲線とこっちの直線で囲まれた図形の面積を出します。で、これは多分先生によって違うと思うんですけど、きっちり書けよって。X 軸、Y 軸書いて、これもね、平方完成して頂点求めてちゃんと書けという先生もいらっしゃいます、実際。けれど、自分はスピード勝負だと思ってるので、必要ないものはどんどんカットしてしまうタイプなのね。だから、これに関しては、Y 軸は書いてもいいんですけど、極論、X 軸、Y 軸書かなくても大丈夫です。この1番に関しては。で、なんでかっていうと、これさ、情報として、この2次関数、下に凸だよね。こっち。X2 乗のところプラスだから、こっちのカーブになる。で、これ右上がりの直線だから、こういうことはわかるでしょ。で、そこで囲まれてる図形ができるにはどういう状態かっていうと、まずこいつ、頂点がどことか全然わかんないけど、下に凸のカーブなのはわかってるから、こうでしょ。で、こいつ右上がりの直線だからきっとこうなんだよね。てかこうならないと図形できないから、囲まれたところもし直線ここに来てたら図形できないからね。でこうだろうと予測するので、あと大事なのは、じゃあもう今軸書いてないけどね、書いてないけど X がいくつからいくつまでなのっていうのが欲しい。インテグラルのところに数字つけなきゃいけないから。じゃあここの X 求めるにはどうするか。これは2つの曲線と直線の交点だから、だから交点求めるのはどうすれば、連立方程式解けばいいと。で、連立方程式解けばいいんですけど、結局は代入法でこれと Y のね、この 2X-1 をここに代入するイメージ、つまりこれとこれをイコールで結べば出てくるから、X 座標。つまり解くものは、X2 乗、どっちが先でもいいからね。3X プラス5、今これの右側。イコール、こっちの右側の、これを解けば交点出てくるから、交点の X 座標が。で、全部左辺に持ってくると、イコール0。因数分解して、こうなるから3と2ってことがわかる。もちろん交点ちゃんと出すんだったら Y 座標が必要だったらね、 X か3だったらこっちに3、こっちでもいいけどさ、3入れて3の5ってわかるし、2を入れれば2の、3かってことがわかる。でも Y 座標必要ないから今、つまり X が3と2だから、ここが X 座標が2で3ってことが分かったの。で、これさえ分かれば、あとも面積だからさ、面積イコールインテグラル2から3です。2から3ね。で、前回やったように、俺はもう上にあるものから下にあるものを引けっていうのを、それがもういつもやってるやつなので、今この部分、上にあるのはこっち、直線の方です。で、下が2次関数の曲線が来てる。つまり上にあるもの引くこっちがここに入ります、インテグラルの後ろにカッコ。だからこれ引くこれね、ちょっと暗算しちゃうよ。これ引くこれだから全部マイナスがくっつくんで、マイナス x2 乗、ここがプラス 3x になってこれとくっつくからプラス 5x、 マイナス5になってこれとくっつくからマイナス6です。で dx、ちょっと場所の関係でね、そうはしょっちゃいましたけど、いいかい？
これ引くこれです。こっちが上にあるからね。で、あとこれ解くだけ。さ、下がどこまでいけるかな。まずこれやるとマイナス3分の 1x3 乗、おっと分数祭りか、2分の 5x2 乗のマイナス 6x2 から3と。下もう一個いける？ギリちょっといけるかな。で、まず2、あと3を入れると暗算いけるかな。マイナス9プラス、ちょっと待って、下入ってる。あ、いけてんね。2分の45プラス18、引くことの2を入れます。マイナス3分の8プラス10マイナス12と。さてさてこれなんか結構厄介な感じしますね。ちょっと待ってね。じゃあ分数取り出すか。2分の45取り出して、ここプラスになるからプラス3分の8で、ここは計算しようか。マイナス27メモります心配になってきた。マイナス27でしょ。で、ここがマイナス2でプラス2はプラス2だからマイナス25になる。で、ここマイナス25くっつくんですけど、6で通分するか。もっと簡単なのあったらごめんね。通分すると3倍だから135プラス2倍だから16で、6倍だから、暗算が6、6535、じゃあ6530だ、まあ150かってなるので、151だから6分の1か。すごい、意外と綺麗な数字になった。入ったよね。 OKOK、 こんな感じになります。で、次ちょっと範囲に消しますね。違うな、なんかもっと綺麗な解き方ある気がするけど、ごめんな、地道な計算してしまった。でもやり方としてはこんな感じ。でも最初に言ったように、私は、僕はね、 X 軸 Y 軸書かないと気が済まないと。それは止めはしないです、全然しないですけど、まあ、X 軸が関わってない時はこうなるだろうと。で、あとはこの座標さえ分かればいいからさ。そう、頂点がどことか全然必要ないんで、この問題に関してはね、自分はこうやって解いちゃうんですけど、まあ、あの、時間をね、有効に使いたいんで、まあ、よかったらね、参考にしてみてください。で、2番いきましょう。で、今度 X 軸入ってるね。ちょっとちゃんと軸を書きましょうか。で、 X2 乗マイナス4だからごめんね、ちょっとね、先週まで風邪ひいてて、俺熱があったんですけど、ちょっと病み上がりでね、まだ調子よくなくて。で、軸じゃねえや、頂点が0のマイナス4なので、ここか。で、下に凸だから、まあ、こんな感じで許して、こうなると。で、今回、これと X 軸で囲まれたとこなので、ここになります。で、これはね、前回の動画の3番かな。実はそれとすごく似てるんです。ちょっとわざと似たのを作ってるんですけど、前逆だったんだね。上にあった。で、その下に沈んでるんですけど。で、今回、いくつからいくつまでってのが欲しいので、ここ出さなきゃいけないと。で、出し方は、ここ、X 軸の上にあるので、Y が0の時。つまり、ここに Y0 代入すると、こうなる。で、こうなるから、X イコール、プラスマイナス2と。まあ、これに関しては前回の動画も見てください。だからここがマイナス2と2になります。いいかな。で、インテグラル使って面積出しに行くと S イコールマイナス2から2です。でね、今前回はさ、こうなった時にこの関数引く0みたいな話をしたんですけど、 X 軸っていうのは Y イコール0なんです。いい？だから前はこの関数引く0をしても引く0関係ないから無視でいいよってつい話をしたんですけど、今回は0引くこの関数になります。0引くこいつね、つまり。ってことは0引くこの x2 乗マイナス4ってことはマイナス配るから
こうなります。で、結局それがここに入る、こうやって。でも多分ワークとか教科書でやってると X 軸より下の部分は符号を変えなさいって、それでいいんです、もちろん。そうやって覚えてくれればいい、いいんだけど、なんで符号を変えるのかっていうと、 y イコール0があって、0引く、結局上にあるもの引く、下にあるものやってるんだよ、同じことやってるから、でそうなってる。いいね。多分こっちの説明の方が分かりにくいんだよ、普通に下に沈んでたらって言うんでもいいんですけど、自分は共通して上にあるもの引く、下にあるもので覚えてほしくって、そのおまけというか延長上にこれがあるんだっていう風な発想で俺は覚えてるからね、自分自身が。なので今回ちょっとね、消化させてもらいましたけど。で、あとはこれを解くと、まあこれね、偶数関数じゃねえ、なんだっけ、偶数次数か。なんでね、0から2で2倍も使えるんですけど、ちょっとまた、ここまでいっちゃいましょう。そんなに数ね、でかくないので。マイナス2から2、イコール、入れるとマイナス、3分の8プラス8引くことのプラス3分の8マイナス8と。なのでマイナス3分の16プラス16、これ前回と同じになるはずだよね、同じ面積だもんね。だから3分の32で合ってるかな。待ってね、ちゃんとやるか。マイナス3分の16プラス16だよね。16が3分の48だから合ってる合ってる。よいしょ、いいかな、これで OK となります。さあ、右下ちょっと厳しくなったな、量的に。まあ、いくか。ちょっと待ってね、次の板書のことを考えると右に詰めた方がいいな、ここ多分ここ入んないんで、ちょっとここで3分の32と、これ入ってるね、 OKOK。 よし、じゃあ3番いきましょう。ちょっと詰めてごめんね。で、最後は X 軸関係ないんで、まあ、こんな感じで書いていきます。で、今回は2次関数と2次関数です。ただしこっち下に凸で、こっちが上に凸です。で、どういう状態かっていうと、下に凸と上に凸、もちろんカーブとか分からないよ、もっと絶対違うんだよ、ちゃんと書いたら。でもこういう状態で間ってのはここだから、さっきと同じです。ここの X 軸、もちろん上かもしれない、 X 軸ね、分かんないけど、そこの数字が分かればいいと。やること一緒です。交点出さなきゃいけないから、ここの右側とここの右側をつなげると。つまりx2 乗マイナス 6x プラス7イコールマイナス x2 乗プラス 2x プラス1、超入っちゃったのごめんね。で、全部左辺持ってきて、2乗マイナス 8x イコール0、まあ2で割った方が分かりやすいね。 x2 乗マイナス 4x プラス3イコール0で、ちょっと幅にきついのでもう出しちゃうね。これ因数分解で x-3 と x-1 なので、結局 x は1と3になります。つまりここが1と3ね、ってのが分かる。で、あとは面積求めるだけなんだけど、結局こっちが上、上はこっちでしょ、この部分で考えたらね。これは上に凸の方ってすぐ分かるから、じゃあどっちかってこっちだよね、上に凸は。だからインテグラル、これ引くこれを入れて、あとは計算して終わりになります。だからインテグラル1から3かっここいつ引くこいつなので、ちょっと暗算するよ。これは 2x2 乗で 8x 5かでいいかな。で、このまま行くとどこに入るかな。よいしょ、下でいけるかな。マイナス3分の 2x3 乗 4x2 乗マイナス 6x
1から3いきましょう。3を入れるとちょっと待って入れると3約分で3区マイナス18プラスサザン学クシ36マイナス6318これなんか全部消えるんじゃね。マイナス引くことの1入れてマイナス3分の2プラス4マイナス6とこれ消えるよね全部ね。これは消えてあと右側だけか。結局残るのがこれマイナス振っちゃえば3分の2でしょ。でここマイナス2でこっち振るとプラス2になるから3分の6つまり3分の8か。ちょっとイコール変だね。合ってっかな。そうだね、こんな感じで OK になります。これ板書フルになっちゃったね今回ね。いいかな。まあこれ前回からずっと言ってますけど、この上にあるものを引く下にあるものっていうのは個人差がありますかなり。あと合う合わないが自分がね実際熟考して指導してる時も個人的には多分自分の教え子だからさ合う子の方が多かったですけど、でも実際ね、学校の先生の方がやりやすいっていう子もいたので、なんだろう、万人に受けるものではないんですが、まあ、もしよかったらね、まあ、こんな考え方もあるんだというふうに思ってもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の定積分と面積2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ねまだ続きます3で、次回はちょっと板書の関係で1問のみです。でもね今2時間数と1時間数だったんですけど、次回は3時間数が入ったね面積をやっていきますので、もしよかったらそっちの方を見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。